ということで、はい、私シュートだけやります。あ、お願いします、はい、内藤さんと僕だけが経験者で、はい、まあ、トミーと渋谷子さんは 何やってました。俺はバドミントン。バドミントンです。で、トミー野球ね、はい、ちょっとなんかシュートやってみますか。そうだね。どうしますか。やっぱフリースローかな。フリースロー、はい、あ、じゃあなるほど。渋谷子さんとトミーがここで、はいはいはい、僕らどうしますか。ちょっと離れ目でここで行きますか。もうマジでめっちゃ遠いっすね。行ってたよ。俺も中学の時しか行ってなかったから。あー、マジ行ってこないかも。いや、でもしますか。でもそう、一回ここでやってみますか。そうです、ちょっと一旦ここで。いや、ちょっとやってみますか。お願いします。行きましょう。僕らここが入んないですよ、多分。いや、ここだったらさ、いけると思う。いや、経験者だからな。トミー、一投目。あ、もう、シュートが分かんないですよ。でも片手で片手で何かやってるんですか。野球みたいな感じでやるよ。あ、やめちまえ。入りそう。バドミントンのことも一緒。バドミントン、そうよ。マリのバドミントン手首怪我するやつ。でも本当にめちゃくちゃってなりますよ。あ、そうなんですか。え、どんな嘘、どんな嘘。え、でもやってみる。ちょっと上手そうそうそう。ですよ、上手そうそう。はい、すごい。それだけ損するとかだ。お父さんこういう感じですよね。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。